髪の毛モリモリしてる。どういうこと？X 見てありがとう。おはようございます。 X コメントとかしてね。久しぶりの朝配信でもう冬休みだから、冬休み期間だから8時過ぎてもできるということで8時からやりました。ありがたい。中田さん花火たくさんありがとう。そう、なんか寒いんだよね。あ、上着着てからやろうと思ったのに忘れちゃった。まあいいか。ディエも仕事を収めたの？ディエ？いや、あんまり仕事だと思わんから仕事を収めって言葉使いたくないんだけど、昨日でしたね。昨日のあれで、昨日のリアタイで多分仕事納めでしたね。あ、浦部さん年越し花火たくさんありがとう。めっちゃバチバチだった。ありがとう浦部さん。まだだけど、まだだけどね。ありがとう。そうだね、ちょっとなんか寒いからささっと来ましょうか。なんか洗濯しちゃって着れるものが今なかったわ。ちょうど着れるのがなかった。よいしょ。おはよう。よいしょ。サブサブ。ちょっとエアコンの温度上げようかな。寒いか。で、ちょっと少しね、迷う。と少しうどんにしようか迷います本当に。あ、そう、 X のリプ届いてるよ。だからあのぜひぜひコメントとか引用リプ引用なんかとかいいねだけでも嬉しいですけど、してくれたらとってもとっても大大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 感謝です。ちょっとね、今さっき投稿したから見たいんだよね。脱げちゃう。よいしょ。じゃあちょっともうちょっとしたらあのさっき投稿した X を自分でも見て行こうと思います。ちょっと寒いからちゃんちゃんこ着ます。今日はそうなんですよ、一日ニンニバズでは一日一回しか投稿できないんですよ。だからよろしくお願いします。 D は割と朝つけるどうなんだろう、なんか今 D は結構今模索中なんですけど、模索中なんですがいつつけるのがいいんだろうって思って、あのハッシュタグをですね。福さんアイスが溶けるの。そうなの、自分もね、あのあれ写真を見て気づいたんだけど、ちょっとずつちょっとずつ垂れてきてたのね。1枚目の写真から2枚目まで少しだけ垂れてきて、そう1日1回なんですよ。だからどの投稿につけるかって結構大事で、でも普通に X はいろいろ宣伝できるから1億人にバズる以外の投稿とかもしたいじゃないですか。お話し会の宣伝とかグッズの宣伝とか、だから
そう、他の投稿の方がインプレッション数多くついちゃったとかが一番大変よね。X ナイスボーラーポーポーラーベア、あ、そう、なんかそんな感じのお店でした。なんかでも、で知らなかったんだけど、でもなんかすごい行列だったんですよ。ずっとなんか列ができてて、だからなんか美味しい、大きかったし、めっちゃ見た目も大きかったから有名なのかなって思って行ってみました。今日ちゃんちゃんこ来てます、もう寒いので。そう、あ、ポストしたら固定はね、 DM もめっちゃ使ってます。それはめっちゃいいな、私も使ってる。じゃあちょっと今日の投稿でも見に行こうかしら。おはようでコメントしてくれる人が多いから美味しい。かよれさん、昨日の数字、あ、川柳か、コメントからリーチしか書けませんだって。本当に？もうリーチしかでいいんですよ、ずっと。川柳結構あれなんですよね、あの好評なのかわからないんですけど、結構見てくれる人とかコメントしてくれる方が多くて、自分的にはとっても良きかなって感じです。マッチョうどんさん、おはようございます。 ST48 さん、期限救世の CDA です。ぜひぜひ X フォローしてくれたら嬉しいです。パセリさんのおすすめの有名、そうなんですね。じゃあ私全然あんまりそういうの詳しくなかったけど、そうなんだ、だからあんなに行列ができてたのね。じゃあ並んでた人は全員パセリさんのファンの方よ。ルパンさん、昨日の戦時千穂さんグループ、え、そうなの？ちょっと待って、それは初耳なんですけど、どうしたらわかるの、そういうの。え、ほんとだ、え、びっくり、ほんとだ、昨日の川柳千穂さんがリポストして、すごい、びっくり、ありがとうございます、千穂さん。え、知らなかった、全然気づかなかった、すごい、もうびっくり、女神様です、本当に。今見たら本当に千穂さんがリポスト、千穂さんがリポストしていただけてびっくり。確かにもう絶対それよ、なんならもう、千代さん3期のポストほとんど、そうなの、すごい、かっこいい、なんか千穂さんとかもう、千穂さんとかもそうだけど、パセリさんとかあずみんさんとか宣伝もしてくれたじゃないですか、この3期の番組が始まるよって、からもうなんて優しいんだってび
くりしました。本当に先輩方が優しすぎて。そう、3期の番組が決まった時に、あのなんかポストしてくれてた先輩がめちゃくちゃたくさんいて、本当にびっくりだし、もう感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます。リエもそういう優しい先輩になろうと思います。卒業式のコメントみたいなこと言ってるな。ねえすごいね、びっくりだね。昔はパルコ近くにもボアラベアあったんだけど減りやった。あ、そうなんだ。あれはな、どこ発祥のお店なんですか。私は初めて見たんですけど、でも美味しかったし、めっちゃ大きかったのでびっくりしました。まさぴょんさん、ラブレターたくさんありがとう。嬉しい、ありがとう、本当に。あ、そうだ、今日はもう年明けまでもう残りわず、もう今年は残りわずかなので、皆さんに今年1年で1年のありがとうのお手紙をね、ありがとうってか、ありがとうというか、もう今年1年のまとめということでお手紙を読もうと思うので、夜も配信する予定なのでぜひ来てください。あとでメールとかにも送るんですけど。また告知しますけど、夜にも配信しようと思ってるので来てくださいね。あ、確かにウェルカムコメント使えばよかったね。え、でも話し会も消したくない気持ちもある。そう、めっちゃ大きなジェラートでした本当に。仕事してるので遅いと助かります。本当に、そっか、うん、じゃあ何時とかがいいんだろう。8時9時10時。8時9時らへんから始めるのがいいかな。まあそれくらいに始めますね。夜に合わせてやろうと。あ、ちょっと今日の朝のツイートをリポスト引用してくれてる人がいるので見に行っちゃおうかな。垂れてるアイス、確かに垂れてるアイスが気になるよね。これ、それミューポンに撮ってもらったんですけど、ここの写真、1枚目と2枚目どっちがお気に入りですか。1枚目リエチ、あ、じゃあ1枚目リエチと2枚目リエチ。じゃあこの続きが見たかったらぜひ私の X をフォローして見に行ってください。
っと大人な感じに、髪の毛を軽くウェーブに巻いてみました。巻くのね、あんまり得意じゃないからあれなんだけど、このミューポンに撮ってもらった写真が結構漏れた。そうでもまあなんか昇格の基準なんかあれいろなんかいろいろあってあれだけど、とりあえずそれが番組の目的でもあるじゃないですか。だからちゃんとね頑張らないといけないので、やるちゃんとやりますが、やるので今考えてることがあって、なんかいつ投稿していつそれを1億人のバズれのハッシュタグつければいいんだろう、あいつの投稿でハッシュタグをつければいいかなっていうのに今めっちゃ迷ってて、なんか T がめっちゃねこれ気になって調べたんだけど、でも結局よく分かんなかったものがあって、あのインプレッション数がカウントされるじゃないですか。だけどその日が経つごとにつれてインプレッション数って増えていくじゃないですか。だからその日に投稿したものはその日のうちの23時59分までのインプレッション数がカウントされるんですかね。それともあのじゃあ最後集計しますってなった時に今までのやつを見て数あの多かった順に昇格なんですかね。なんかそこがちょっと自分よく分かんなくて、どうなんだろうかって。でも1日に1投稿っていうぐらいだからどうなんかなって。古いもの全部かと思った。あ、本当に？逆に D 全部あれなんかと思ってた。1日に1日ずつカウントなんかなって思ってたんですよね。そう、集計のタイミングが分からんくて、それによって結構さ、なんて言うんだろう、どの投稿でハッシュタグつけるかとか割と大事な気がする。ちなみに D は1日で1日1回ずつ集計だと思ってたんですよ。だからおはようの投稿に1億人のバズれのハッシュタグをつけてたんですけど、もし最後に集計ならこのタイミングじゃない方がいいのかなとか思ったりして、そうこれをさ、これはでも確認ですね、絶対に。LINE の通知がまたまたたくさん。メアティさん、確かに最後に集計しますタイミングね、どうなんだろうね。そう、ちょっと確認しますねそれはね。戦略まあ確かに確かに、ちゃんと考えないとね、よくない、よろしくないよね。そう、本当に。
やば、ここ赤くなっちゃった。そう、朝はさ割と自分のことあんまり好きじゃない方もとりあえずおはようだけ送るとかしてくれる人が多いかなと思ったから、あのおはよう投稿につけてみたんですよね。そんな考えがありました、自分には。なんか結局おはよう投稿が一番見てくれる人が多いのかなって気がした、まあ、今は冬休み期間だからもうそんな3時とかに投稿しても見れる人いると思うけど、冬休み期間が終わってしまったら普通のね普通の期間に戻ったら多分もうそういう時間に見れる人が少なくなっちゃうから、やっぱり朝かなって思った。で、自分が一つ気になったことがあってね、なんか X もねあれなんですよ、ショールームと同じ時間帯しかできないから、だからこの今の冬休み期間が終わっちゃったらもう平日はその朝から5時8時の間と夕方の17時から21時の22時の間に投稿するって形に戻っちゃうんですけど、でもそしたら結構レッスンが9時まであるのが大体基本9時までが多いんですね。だから朝の投稿しかできなくなるじゃんきっと。だからそこに1億人にバズりをつけないといけないから1日1投稿みたいになるんだけど、多分1日1投稿ぐらいでもあれですかね、見てくれますかね。1日1投稿はちょっと少ないか。とみちさん分析力が嘘。そんなことないですよ全然。でもなんか結構ちゃんとみんな考えてるから、みんな3期のみんないろいろちゃんとみんな考えてるから自分もちゃんとやらないとって思ってる。今割と真剣です。朝7時前に投稿が一番いい、ね、あ、本当に？じゃあ今日はちょっとどうでした？今日は6時に投稿したんですけどどうですかね。まあ6時7時は割とちょうどいいんじゃないかなって、朝には朝見る人はいいんじゃないかなって思いましたよ。そう、てかあのそう周りがってかリエのファンの方がすっごい真剣に
考えてくれてるから、だからファン、例のファンの人がめっちゃ一生懸命なのに、リエがさリエが不真面目だったり中途半端だったらよろしくないじゃないですか。通知引く人はそうでも構わないから、そうじゃない人か、あ、そうだそうだ、通知をね、 X の通知をリエの投稿をオンにしていただきたくって、だから通知オン推奨です。推奨でか、通知オンしてくれたら嬉しいです、本当に。そう、まだ通知オンしてないよって方は本当に、このSTU のこの3期の昇格の昇格と MV の期間、制作期間だけでもいいので通知オンにしていただきたいです。そうしていただけたら嬉しいかな、本当に。そうか、自分もあれ、まあ昇格のやつは個人の問題なんですけど、MV 作成はあれじゃないですか、 MV 作成はもう3期全員で頑張らないといけないものだから、もう初めての楽曲なので、やっぱり MV ミュージックビデオあった方が絶対いいから、ミュージックビデオみんなで達成したいんです、本当に。で、朝から結構熱い思いを語ってしまう。まあまあ、まあ、もう今年1年ももう終わるということで。熱いことを語っても今日はよしということにしましょう。じゃあ X の TNX を通知オンにするのと、引用とかリポストするのを忘れずに、忘れずにお願いします。引用したら、引用していただけたら今から見に行きます。今生で見に行きますね。そう、やっぱね、なんかね、 MV をね、そう作りたいよね、やっぱ映像に、うん、私も残したいですね。あ、曲だけでも嬉しいけど、やっぱ自分たちの姿と自分たちが歌ってる曲が一緒に流れるっていうのは、やっぱりそれが一番な気がするから頑張りたいですね。でもそう、せっかくなら一番上の1億人に、1億人の方にバズらないと、バズりたいから、一日一つの投稿だけど、めっちゃ大事にしていかないとですね。とっても大事。大丈夫、作戦会議したかったので良いです。そう、なんかね、そう昨日かな、昨日 D がメールに送ってから、結構こうしたらいいんじゃないとか、こうしたらいいよって書いてくる方が多かったのね。そうだからちょっとお話しようと思って。そう、お話ししようと思って、もうすごい長文で書いてくれた子もいたから、そう、リエちゃんもしっかりやりましょう。いや、別にしっかりやってないわけじゃないです、今まで。いつも真剣ですよ。
いつも真剣ですが、デザイサンタさん、かわいい、ありがとう。ブーケもありがとう。おいでます、元気さん。バラたくさん、ありがとう。パンツさん、花火たくさん、ありがとう。年越し。私みたい DMM でクリスマスコンサート配信で見ます。本当ですか、ありがとう。どうでした、クリスマスライブ。とても私は楽しかった。トトミちゃん本当にリエチのくせ。ね、自分でも思った。なんか昨日ミーポンと遊んだ時にとかもうめっちゃ本当に本当にって言ってて。そう、自分でも思った。多分口癖なんだろうなと思って。そう、多分口癖ですね、それは。いやでもちょっと直したいかも、その口癖は。そう、なんかタブレットの方は通知がめっちゃ来るんですよね。通知が来るから、あのファンの方がいいねしてくれたりリポストとかしてくれたら通知が来るので見つけやすい。あ、大ちゃんさん、リポストありがとう。リポスト、引用か。引用ありがとう。大ちゃんさん、ありがとう。そうね、通知音もね、ありがとうございます。本当に。宣伝ありがとう。ちょっと待って、よいしょ。ね、本当にってよく言うよね。リエモンもちょっとね直したいかも、これは。口癖を多分何でも最初に本当にって言っちゃう。なんか昨日ミンポンと遊んだ時にミンポンがリエのファッションセンスがね好きってよく言ってくれるんだけどね、本当にって。そう、多分褒められた時に本当にって言っちゃうんですよね。リエチかわいいとか言って、本当にって言っちゃいますね。シルボイス、ティーチャーのポストのブルーのタートルネックが押す。本当に嬉しい。あ、また本当に本当にって言っちゃった。直したいとか言った直後に言ってしまいました。そう、あれはね結構いつ買ったんだろう、去年とかかな。でも修学旅行でも着たやつなんですよね、あれは。久しぶりに着ました。今年は初出しかも。パンさん、リエチ自身が時間を置いてリポストしてるの、バレてるんですかそれ。ちょっとちょ、もうなんか1日1回の集計だと思ってたから、それは後で確認するんですけど、1日1回の集計だと思ってたから、もうギリギリに自分でリポストしちゃうって思って。恥ずかしい。まあやりますけどね。大ちゃんさん、どんだけやるんです。確かに確かに一緒よね、そのそれと一緒な気がします、私も。ね、なんて返すのが正解なんだろうね、褒められた時に。でも例えば他の偉い大人の方に褒められた時、本当ですかって言っちゃう。だからそれを直したい、直したい。いやでも直す必要もないのかもしれないけど、これは。
まあ確かにシンプルにね、ありがとうございます、嬉しいですがね、まあ良いのかも。ビンゴの神様、リーチ楽しだよって言われた時は嘘って言われたなって、いやだってそれはもう誰が見たって嘘だってわかるじゃないですか。ねえ、あ、ビンゴの神さんも引用ありがとう、引用リポスト、引用ツイート、引用ツイートありがとう。でリンコさんのアクスタがぶっ刺さってるじゃないですか、びっくりしちゃった。美味しそう、これ何の味なんだろう、ありがとうビンゴの神さん。なる先輩さん直さなくていいですよって。確かにね、多分ね、なんかね、また出てきてしまいそう、すぐ出てきちゃう気がする。これリーチのファッションは唯一無二に感じます。あ、嬉しい、本当にお洋服ね、てかそういうお洋服が好きなので嬉しいです、とっても本当に嬉しい、それは。フェンデマシンギさん、体調気をつけてね、元日声もあるから8日もあるし、投稿も頑張って、ありがとう。そう、なんか今インフルが流行ってるっぽくって、全然自分は元気なんですけどね、ちょっと気をつけなければですね、インフルエンザ流行ってるみたいで気をつけましょうね、皆さんも。みんなもね、ライブに来れなくなっちゃったら困るし、リエのファンを、ファンの方が少しでもね。引用リポストはどんどんしていきましょう、リエチのポストが目立ちますって。本当に、じゃあ引用リポスト皆さんしてくださいね、引用リポストしてくれたら今から見に行きます。見られたくないんか、逆にどうなんだろうか。ピンクカメンさん、休みなの早起き偉いなって、そんなことないですよ、本当に。全然全然、もうリエ早起き大得意なんで任せてください。任せてくださいって何って感じだけどね。早起きは得意な、まさまさオーリアリーって、確かにオーリアリー言ったらちょっとね。面白いね、ギャグのセンスがあるんかなって感じだわ。ビンゴの神さん、食べにくいのでリンコさんなくしたスプーン代わりに食べましたって。ねえ、もし、もしそれが本当、え、待って、でもちょっとありえそうで怖いんだけど、嘘だよね。推しスプーンで食べたら美味しくなりますか。美味しくなりそう。服しゃれてるな、だってこれはひいおばあちゃんが作ってくれたちゃんちゃんこです。ひいおばあちゃんすごいよね、よく靴下とか作ってくれてた。甘い少しずつ惹かれるようにくっついて、愛しさがキラキラ。いいおばあちゃんね、やばい、くしゃみ出そう。リエも風邪ひいちゃったかもしんない。リエも風邪かもしんない、これは嬉しいわ、 Thank you。
ックンワイブス、アクスタ2本あれば箸になる。確かに確かに、めっちゃ食べづらそうだけどアクスタ2本でお箸にするのめっちゃ食べづらそうだけどね風邪の引き始めだったらどうしよう。みんなアクスタめっちゃ買ってるかな、一つぐらい。あ、なんかみんなね、アクスタご飯とか食べに行った時とかにさ、一緒に乗っけてくれてたりするじゃないですか。嬉しいみんなあれお箸にしてるんかあ、ゆうし違います、病気じゃないんですけど、全然風邪ひいてないんですけど、くしゃみ出ちゃいました誰かが噂してる、そうなんかな、誰か噂してるんか、ディエのこといい噂だといいな。暖房つけてるんですよ、つけてるんだけどね文吾さん X 見たよって、ありがとう、ありがとうございます。ぜひ引用とかリポストとかしてくれたらとっても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 嬉しいですありがとう本当に。おはようはコメントしてくれる人多くて嬉しいですでもちょっと考えようかなって思った、おはようにつけるのもちょっとやめようかなって思ったけど、どうなんだろう、結局おはようが一番いいんかな、悩みどころよね。痛い、髪の毛引っ張っちゃった、痛かった。ビンゴの神様、実家の近くに日高屋あったので焼き鳥丼食べてくるわ。いいな日高屋、リオも行きたいのに、本当にずるいよみんな、日高屋行って。日高屋ね、ついに日高屋さんフォローしちゃいました、嬉しい、嬉しいじゃないそうフォローしました、フォローしていいんか分からんけど日高屋さんとかたしみさん、1億人にバズりをつけてポストすればいいのかな、あ、リポストのことかな、リポスターの、ここで見せましょうか、じゃあどうしたらいいと、リポストを引用していただける、引用だったら多分ここのこの文字、この絵文字、あ、ちょっと光がここからここで引用とリポストできますのでとりあえずこのマークから進んでみてくれたら嬉しいですちょっとタブレットが便利すぎる、こういう時に説明できるとめっちゃいいですね。ピンゴの男性、今更ながら日高屋デビュー、え、そうなんですか、今までリエがあんなにたくさん、あんなにたくさん日高屋が好きって言い続けてたのにそうなんですねそう、関東だけなんですよ。ラタウチさん、昨日のリエツの1億バズ、メンバーの中ではインプレ稼げた方だ、あ、本当に、なんかそう、それならよかったんだけど、あんまりそういうの気にして、はあ、どうしようって自分を追い込みたくないし、あんまそういうことで病んじゃいたくないので、まあ、他の子のはあんま気にしないようにしようと思ってたんだけど、そうなのね、ありがとう教えてくれて
いい報告なら嬉しいです。だからついに店舗拡大らしいよ。え、それはもうビッグニュースすぎる。そうなの？じゃあ広島にもどうぞ。もう私が常連客になるから。でも広島に日高屋ができてしまったらいつかファンの人とお会いしちゃいそう。出会いが行き過ぎて。富津さん、おはようは内容が人を選ばないクリーンで付きやすい坂のメンバー、私からも付きがちです。そっかそっか。でもなんかインプレッション数がなんで増えるのかみたいなやつ前調べたんよね。シェルボーイさんにポストしました。ええー、本当ですか？ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ミシェルボーイさん本当にありがとう、ラブです。ありがとう。嬉しいです、本当に協力してくれてありがとう。なんだっけ、今何調べようとしてたんだっけ。愛しさがキラキラ、うん、だいたいさ、メンバーがハッシュタグ1億人でバズりをつけた投稿にいいねでポストなどして拡散お願いします。そうね、みんなで頑張らんとね、 MV は作れないからね、優待離脱のね。だっていつも福山住んでるし、実家に帰ってる時しかチャンスが、あ、そっか、なんかもうめっちゃさ埼玉トークをするからさ忘れてた。そうだよね、そうだそうだ。もう埼玉トークをしすぎて埼玉に住んでるもんだと思ってた。そうでした、本当に。猫たんさん、おしめ、おはよう、おはよう。ビンゴの海賊さん、日高屋埼玉市発祥じゃん。そうなんだ、知らなかった。それびっくり。昨日の YouTube のリーチのコメント、メンバーで一番しっかりしてた印象。本当ですか？本当に。ちょっとそれはあれですね。できてたかな。ちょっとそういうのね、焦っちゃって何言えばいいか汗しちゃうんですけど。ちゃんと喋れてました。高田市民さん、リュウチの限定グッズ3日まで受付なので購入検討中だって。わ、それはぜひ。もう限定ならば、限定に弱い、リュウも限定に弱いから限定はゲットしましょう。そう、でもリエ自分のグッズをね、そう買ってママに届けようかなって思った、まあ、ママに届けるぐらいならママがそのまま買ってくれた方がいいんですけど。リエもね、自分のグッズコーナー作りたいなって思ったんだけど、部屋がね荒れちゃう気がするから、そういうことしたらねちょっとやめようかなって感じだから、その代わり実家の方にリエのコーナーを作ってもらってて、今も帰省した時とかね、家に行ったらリエコーナーみたいなのができてます。シェルボーイさん、リーチ元旦直接明けおめ言える、本当ですか？お、じゃあ1日会えるんか。嬉しい。1日ね、なかなかね会えない人もいると思うから嬉しいです、ありがとう。じゃあ待ってますね。エティさん、ちょうど自分も調べてみたインプレッション、あ、本当に？そう、ちょっとね、私も全然ツイッター今までねやったことなかったから、インプレッション数ってものがそもそも分かんなかったし、それがどういう経緯で増えるのかも全然知らなかったんだけど。
パーさん一緒に勉強調べてね。そうね、そうお互いねまだ分からんところが多いからね、一緒にね頑張っていきたいですね。ユータリタツは傑作だと思うのね、V 作って広まってほしいです。嬉しいです本当に。ユータリタツね、家も大好きだからやっぱね残したいよね。やっとおじさん、なんかちょっと口が悪くてどういうこと？何にしても3期生見つけてくれる番組企画、本当そうね、本当にそれはそうです。昨日ソレイユにいたんですけど、あそこソレイユって言うんだ。あそうなのね。ちなみに昨日はあのヒータンたちにも会いました。ヒータンとカナウとカスミンとカナウ、うん、あれカナウ2回出てきたにも会いました。豊中のひろさん遅くなりましたが今 X のフォローとリポストしていきます。本当ですか、嬉しい、ありがとう、本当にありがとうございます。もう感謝でいっぱいです、ありがとう。ぜひねリュウチの投稿通知オンにしてくれたら嬉しいです。今一番上に固定してます。今日の投稿は一番上につけてるのでぜひご覧ください。まさかママとリージ2人とも勝ったね。確かにね。でもなんだっけ、あのリエの文学少女のうちわは買ったみたいです。なんかこの前一瞬だけ帰省したじゃないですか、24、25の時に。そしたらあのそうあのあれがあって、文学少女の時のうちわが、あママこれ買ってたんかって。そう、Dコーナーがあるんですよね。ちょっとね見に行きたいと思います。また戻ったら増えてるかな、どうだろう。あんまり変わんないのかな、どうなんだろう、ね、ビンゴの神さん、会社にリンコさんコーナー作ってたら怒られたもん。え、そうなの、もうあのめっちゃあのそういうの優しい方なんかと、ちょっと待って何言いたいんだっけ、違う、なんかそうおたかつに優しい会社だと思ってた。あそう映画見ました、ミューポンとは。そうその映画見たよっていうツイートもねしたいなって思ってた、思ってます。あ、ヨムール広島府中をダイヤモンドシティ、それ、あ、そうなんだ、そんなに長いのね。ゆうたりだつと金縛りの MV きっとできるとしたら楽しい感じに出来上がることでしょうね。そうどんな感じなんかね楽しみ、なんか振り入れもすごい楽しかったから、でも自分がすごいいいなって思ったところがね、なんかやっぱ自分たちの曲だからってのはすごいあると思うんだけど、
みんなめっちゃ一生懸命、楽しい楽しいけど一生懸命って感じ、真剣って感じがすごいいいなって思いました。よかった。フリーレで、フリーレの時の3期生の空気がめっちゃ良かったなって思いました。みんな真剣で、でもめっちゃ楽しそうで、とっても良かった。そう、DA コーナーはちょっといつかポストしますね。やとうちゃん、昨日暇すぎて配信見てたんだけど、デイちゃんはどんな、かのちゃん、デイちゃんはどんなにつまらないことを言っても笑ってくれるって言ってた。本当ですか、本当に。まあでもちょっとそれは結構嬉しい。それは嬉しいですね。かなうりえのことそんな風に思ってたんだ、嬉しい。そんなにつまらないこと。そんなつまらないこと言ってるっけ。でも嬉しいですね、本当に。それは結構嬉しい。でもで、自分で言うのもあれだけど、そう、いやでも本当に、そう、自分で言うのもあれだけどね、いやちょっとやめようかな、ごめんなさい、やっぱ言うのやめます、ごめんなさい、やめますね。あ、そう、なんだっけ、リポストしたら、リポストしました、もう一度押すと、あ、そうそうそうね、1回で大丈夫です、2回押したら取り消しになっちゃうから1回で。ツイッターね、あんまり使い方わからん人もたくさんいるよ、私もまだあんまり使いこなせてはないからね、一緒に学んでいきましょう。あ、マッチさん、年越し花火たくさんありがとう、年越しありがとういっぱい花火ありがとう。最近リエノとかあんまり遊びに来てくれないじゃないですか。デイチ優しいみたいなコメントで溢れかえて、嬉しい、本当にそれ、ちょっとそれは結構本当に嬉しいですよ、本当に本当に。じゃあリエの夢ね。リエの夢があるんですけど、卒業公演とかするときにもうみんな泣いちゃうぐらいの公演にしたいなって思ったの。でもみんな泣いちゃうってことは、それだけみんなリエのことが好きじゃないといけないから。ファンの方じゃなくてね、メンバーの話ね。そう、だから何って感じなんですけど、そう、でもなんかそれぐらいみんなと、なんだろう、仲良くなれたらいいなっていう、でみんなに愛される人になりたいなっていう話です、結局は。みんながもうデイが卒業するってなったらみんな泣いちゃうぐらい、みんなに愛されるような人になろうっていう。じゃあ地道な公演も泣いとくだって。それは困るんですけど、心配しちゃう逆にね。待って、なんで泣いてるんですかってなっちゃう。もうびっくりよそれは。確かに、泣けなくても、泣けなくても目薬して泣いてる風にしてください。でももしね、本当にもし3期の誰かがね
卒業しますってなったら、えもう、ね、立ち直れない気がする。本当にそこからどうやって立ち直ればいいのか分かんないです。私はもう想像するだけでもはあってなっちゃうしね。まあそういうのは想像しないようにしましょう。言うのやめれないよって。怒んないでよそんなに。怒んないでください。怒んないで。なんだって。人生の大半泣いてるからリュウジの卒業もきっと泣く。本当に。じゃあもうそれで泣かなかったらリュウのこと好きじゃなかったってことでいいか。トミちゃん、それを回避するには、いやそれはダメですよ。それは言っちゃいけません。それはちょっと言っちゃいけないです。よしひこさん、おはようございます。おはようございます。 ST48 3期研究生の藤井理恵です。ぜひ X フォローしていただけたら嬉しいです。おはようございます。リュウジに首だけ。例えばこの前のさ配信で首ったけポーズ考えようねって言ったけど、結局何も考えずに終わったよね。いくさんフォローありがとう。あそういえばショールームのフォロワーさんが気づいたらです。気づいたらですね、喋り方変ですね。なんか気づいたら増えててすごく嬉しいです。フォローしていただけて光栄です。どうやって見るんだっけ。ちょっと自分の配信につけよう。あそうそうそう、2200人さん超えました。ありがとうございます。今日お掃除します。します。今日お掃除しないと本当にもう、やっと約束しました。今日はお掃除するからって。今日はリエもお掃除頑張ります。みんなもお掃除するんかな今日明日でね。あそうね、ショールームもだけど X もぜひフォローしてくださいね。 TwitterX Twitter か Twitter あ X かフォローしてくれたら嬉しいです。今正規生の昇格と MV 作成がかかってるので、 X をフォローして私の投稿をたくさん見ていただけたら本当にありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。まあリーチまだ18歳なのでね、まあ、まだ大丈夫ですよ。ビンゴの神さん、だから旅に出てます。え、なんか昨日お城行ってましたよね。どこのお城あれ。お掃除するほど物はあるの？ありますね。あるかな。ちょっとでも昨日結構ゴミ出しちゃったんで、ゴミはないけど、そう段ボールとかも出しちゃったんですよね。さっき出したからあれなんです。あんまり意外と、なんだろうね。でも何しようかな逆に。何をしよう。窓拭きでもしますか。窓拭きとかベッド、毛布、シーツとか洗ったりしようか。
向いてます。元気さん掃除します。元日公演よ。ペンライトも電池入れ替えてきます。おすごい気合がありがとう、嬉しい。本当にそういつも来てくれて本当に感謝です、ありがとうやっぱ自分のペンライトが一番目にすぐ入ってくる。おしゃれ帽子もう元旦のことで頭いっぱいねえ。 DM も本当にもう楽しみだってさ、なんか結構先って思ってたけど本当にすぐよね。だってもう明後日じゃないですか元旦公演ね、元日公演か、もう明後日ですよ。本当早くない？びっくりもっと先のことに考えて感じてたけど、てか昨日ね、昨日お風呂入ってて不意に思ったんだけど、サングラスデイズでさ18なんてずっと先のことじゃないのかってあるじゃん。でそう、自分がサングラスデイズをね披露してた時はもう全然17歳だったので、なんかいいなって思って、いいなってかなんか歌詞に沿ってた感じでいいなって思ってたんですよ自分の年齢が。だけど気づいたら DM 18になっちゃいました私も18になってました。大社さんして公式の TikTok に1億人のバズりについての自己紹介も載ってますって。あね、そうなのよ。なんかリーチは一番最後に登場してますね。あれはフフ元旦公演は赤かける濃いピンクです、決まり。本当に？じゃあ期待してる。確かに3期生ももう加入して1年になるんか。当時は今では20歳なんてずっと先のことだと思ってるだろう、すぐ来るぞって。いや確かにね、でもいや全然先だと思ってますよまだまだですよ20歳はだってあと2年もある。でもなんかさ18歳と19歳はもう違くない？なんかもう18はまだ子供だと思ってる、でも19はもう高校生じゃないからもう大人って感じ。もう20と19はもう大人です。もう子供と大人のボーダーは18と19だと思ってるアンナさんおはよう、だおはようございます、おはよう、来てくれてありがとう。3期ももう入って1年早いですね。ペンライトカラーリンコさん、あそうなんですよ、多分ピンクの色が違うんかな、でもほとんど一緒かな、赤と濃いピンクです。そう選挙行けます、確かにもう選挙、あちょっと今日 夜も配信しようと思ってたんですよね。今日は夜はあのまあ1年の総括ってことも含めて皆さんにお手紙を書いてるので、ぜひぜひあの時間がなくても来てください今日は夜も配信します。でもそんなに長時間配信する予定じゃないので、まあ1時間半くらいかなきっと。でゆきさんペンライトとうちわならどっちが分かりやすいだって、どっちだろう、うちわ、あうちわかな、なんか自分の名前とかだったらうちわの方が見やすいと思いますどうしよう、そんなんで全然感動すること書いてなかったらまあ、皆さんを泣かせるつもりで書いてるわけじゃないんですけどね
じゃあぜひお手紙書くので、あの夜の配信も来てくださいね。じゃあ今日夜の配信がメインなのでそれでは皆さんまた夜会いましょう。あ、X フォローしてね最後まで宣伝します。それじゃあまた後で、バイバーイ。